はい、皆さんこんにちは。今日もアークオブカロンやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちらがかなり壊されてしまいました。ということでちょっと、カノン砲の補充、そして武装ですね、こちらトランアクセレーターの方は射程が短いので前に出すというような感じで、ここのバリスタのところはロケットランチャーを設置という感じで少し変えていきたいと思います。ちょっと石材の方が足りませんでしたが、今回の場所は石材がしっかりありますので、石材とあと食べ物関係ですね、じゃがいもがちょっと弱い、取っていかないときつくなってきましたので、じゃがいも回収していきましょう。ということで、まあ、ここ4マスぐらいかな、全部掘っていくという感じでいきましょう。だいぶ修理の方も終わってきましたね。そして武器の方もいろいろできてきましたが、いやー、素材がすぐになくなりますね。鉄鉱石とかまだちょっと回収ができていないのでなんですが、あ、金の方いっぱいにしとくか。鉄の方もちょっと足りなくなっていますね。金はめちゃくちゃ余ってるので今のうちにちょっと作っておきましょう。電気もいっぱい余ってますしね。セメントの方は、どこだ、石灰石の方はいっぱいあるんですけど、製造の方がちょっと間に合ってないという状況になっています。石も結構取ったつもりだったんですけど、そこまで多くはないと、今もまだ、拾ってくるまで不足しているという状態ですね。拾ってないものがかなりいっぱいあるので、とりあえず採掘の方は一旦中止にして、こちらも回収を急がせてますね。あとこちらは石炭の鉱脈が一応あったので、ハンドドリルの方を、設置しましたが、これも全然設置されませんので、とりあえず今あるものだけでも回収しないとと思い、現在はもう回収に全力を挙げています。何日ぐらいで嵐が来るのかちょっとわかりませんが、ある程度回収させて、いつでも出発できる準備だけしておこうと思っています。はい、それではですね、嵐が来そうなので、そろそろ行く準備しましょうかね。できるだけ、アイテムの方は拾っていきたいんですが、まあ、これが限界かな。石材の方が30と、まあ、ちょっと少ないですけど、仕方ありませんね。鉄鉱石も23しかありませんが、とりあえずこれでいきたいと思います。さあ、次のところなんですが、3箇所行けますね。こちらは、なんだろう、電気のなんか発見するやつが多いのかな。で、こちらは小石と、石と炭。で、こちらが木材か。まあ、木材はいらないので、ここにしましょうかね。ただ、ここ行った時の次も見ておかないといけないのが、ダイヤとチタンか。こっちだと炭、石、鉄ですね。ここ、金と鉄と。本当ならこちらにちょっと行きたいような感じもしますが、どうなんだろう。チタンに今後どんどん移っていくのかどうかもちょっと分かっていませんので、なんとも言えないな。ということで、まあ、このまま行きましょうかね。予定通りこちらの方に行って、まあ、ここ行って、チタンとダイヤモンド集めて最後なのかな。まだ伸びるか分かりませんが、こちらに行きましょう。ということで、こちら、目的地の設定しています。1人来ていませんので、1人来次第、この人かな。こちらの人が来たら、出発していきましょう。守備の感じはもうほぼ復活させたのと、こちらのレーザー砲を前衛に出した。そしてですね、ちょっと一回修理も入れとくか。そして間に合えばの話ですが、そしてあとはロケットランチャーが1機追加されたよということで、今回はちゃんとロケットランチャーの弾、作ってあります。カノン砲の弾も作ってありますので、大丈夫だと思います。よし、さあ、それでは全員揃いましたので出発していきましょう。よし、さあ、出発ですね。ということで、はいはい、まあ、大丈夫かな。まあ、見ていきましょうか。こちらの方から、ああ、もう、ちょっと修理が入ってるのかな。修理、大丈夫ですね。入りましたね。はい。11キロか。結構遠いですね。はい、ということで、ちょっと敵が来ますので、こちら見ていきましょう。ああ、もう発射されてるな。やっぱり最近はもうこれ多いですね。体力多い盾役が1匹と、
まあ、雑魚が来るという形が増えていますが、さあどうかな、これ修理が終わるまで打てないのかな。はい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 、はい、来ましたね。はい、ということで打ち始めました。めちゃくちゃ打ってますね。あーダメだな、ビーム砲ちょっと外した。さあどんどん倒していく。あーでもいいね、さあ倒していってもらいましょう。もうバリスタはかなり後方に下げてもいいかもしれないな。電気の方は問題なくあるという感じですね。 OK。 さあ長距離のビーム発射するやつも来ましたので、まあ、流れ弾でもいいんでこいつに当ててほしい。よし当たったぞ。さあどこを食らったんだろう、それが分かりませんが、とりあえず OK。 おロケット弾も当たってますね。あ弾切れがかなり激しいので弾の方の補充を急いでもらわないと、厳しめということで、できるだけ弾なくても撃てるようなものやっぱり作っとく必要がありそうかな。さあおかげでもう敵あんまり近づいてない状態で倒しまくっていますね。使い魔の方はどうかな。あ3ポイントありますので3ポイント使って獣の方を作っていきましょう。獣確か移動速度でしたかね、一番下。あ移動速度来ましたね。運搬の方が1人増えましたのでこれで弾の補充結構やれます。ロケットランチャー撃ってる。あやっぱり、あ体力が多いやつ前3人か。さあどんどん撃っていきましょう。武器ももうどんどん強いの作っていかないといけなくなってきましたね。さあとりあえずぶっ倒す。うわー硬いね。 OK。 近づく前になんとか倒せましたね。ここの敵はまあバリスタでもなんとかなるようなやつなので問題なしと。さああと 3.6キロ、うん、どれぐらいかな、このフェーズで終わるかな、それかもう一回来るかですね。はい、そして突撃みたいなやつも来ましたし、長距離のやつが来ましたね。よし、さあ前をまず蹴って、ああ長距離来たけど外した。 OK。 よし、さあ長距離のやつ当たってますかね。こいつをまず倒さないとやばいよ。長距離さらに威力が高いですからね。惜しいね。はいはいはい、これで多分この今出てるやつを倒せば終わりそうな感じですね。 OK。さあ倒していこう。弾の方はどうかな、カノン砲、あロケット砲もまあそこそこいけありますね。あロケット砲もうちょい作ってもいいかな。さあということで、着きますのでまあ待って見ていきましょう。はい、ということで一旦潜る。さあ一旦止めましょう。ここ硝石が本当に多いね。硝酸度か。ということで、これはまあスルーしてもいいかな。石の方だけゲットしていけば、うん、いいかもしれません。奥の方には鉄とダイヤモンドはありますね。右の方は全くわからないということで、さほど食らってないんで修理の幅もかなり少なくて済んでいます。よし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 。さあ、あとはまあ足りないものはいろいろありますが、どうだろう。まあ、ここにあるものでなんとかなるかなというところですね。はい、ということで今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきましょう。皆様ありがとうございました。